園名は、平安時代前期の新言宗の僧、空海の重大弟子の一人、出自不詳。はじめ東大寺で三論集を学び、後に空海に指示して密教を学び感情を受けた。上は3年5月、東大寺新言院に定額僧21人が置かれるにあたり、自治へと共に新言院の管理者に選任されている。同じ頃自治へが、 日東系寄贈新税に託した、東西隆寺宛の書状にも、東大の延命とあり、東大寺に従していたことがわかる。上は5年から5年間、東大寺別当を務めた。下唱3年7月、県立志に任せられ、12月に立志となる。忍術元年入滅。同、有工房大師で師婦は、この他に、天朝元年9月に、 最初の新語辞典学僧21人の一員として名簿に名を連ねているとしている。しかし近年、その名簿21口協行を新語辞典学僧のものとすることや、名簿の信憑性に否定的な見解が出されている。工房大事業下記書集。国史に死亡記事がないため、総合部人による、入滅の月日、去年とも記載なし。竹内隆義。 安則の少年をめぐって、上は4年4月5日付総合庁の信憑性。ありがとうございます。